京大学大学医学研究科の増田先生にお願いしています。タイトルは大規模ゲノム疫学研究の統合情報基盤の構築ということで、増田先生よろしくお願いします。京都大学の松田でございます。私が今日お話しいたしますのは、大規模ゲノム疫学研究の統合情報基盤の構築ということでありまして、主に、大規模コホートのデータベースの構築とデータの公開共有のお話をさせていただこうと思います。徳永先生の話とかなりダブるところがあると思いますが、まず21世紀の医療というのを考えたときに、病気の治療ではなくて病気を予防するということが非常に重要なことになります。20世紀の医療では病気を治すということが最優先の課題となって、目覚ましく病気が治療が向上して多数の病気の完治が近々期待されるわけですけれども、一方そのために長寿化ということが進んで、例えば認知症である、脳血管障害である、そういう疾患が増加して、これは家族を含めて社会の大きな負担増になると。だから寝たきり老人の増加によって医療費がかさむというのが極めて深刻な社会問題を引き起こしているわけであります。でこれが健康長寿、健康に長生きするということを考えた時の阻害要因になるわけです。でこういうふうな生活習慣病に代表されるような複合遺伝性疾患は患者が多いと、それから病気になっている期間が長いと、それからまた病態が非常に多様で根治法がないということを考えますと、疾患を早く発見するあるいは予防するというようなことに目を向けないと、この少子高齢化時代で健康で活力があるような長寿社会を構築できないのではないかというふうに考えられるわけであります。で、従来の画一的な生活指導や標準プロトコールの治療を行うのではなくて、遺伝情報を基盤とした個人に適した医療であって、発症前に高い角度で診断して介入すると、で発症の防止支援を目指すと、つまりここに書きましたように、発症前にですね、例えばゲノムであるとかバイオマーカーで何か診断をしよう、それから早期予防的な介入をするというようなことで、個人個人に最適な医療が実現するというふうに考えます。しかしながら、複合遺伝性疾患の遺伝要因を明らかにすることは簡単ではありません。ここにいくつかまとめましたけれども、まず病気の本体が非常に複雑であると、それから患者健常者の定義が困難であるということもあります。例えばある一定の水準以上にバイオマーカーが触れた場合に糖尿としようというようなことは、これはある意味で主観的な判断でありまして、なかなかそのボーダーにいるところがどうなのかよくわからないわけであります。それから病気の発症には遺伝、環境、生活、地域特性などがかかっておるわけですけれども、これを総合的に扱うような遺伝解析というのはまだ始まったばかりと言わざるを得ません。で、たくさん病気の関連解析というのが進んでデータが出ておりますけれども、大体どの論文を見ましても、複合遺伝性疾患は遺伝因子を環境が刺激することによって発症するというのを文章で始まるものが多いわけでありますけれども、それじゃあ病院で集めた患者のケースの検体にそのような環境とか生活習慣とか地域特性といったデータがついているかというと、必ずしもそうではありません。だから多数の変量を扱いますから、統計学的にも非常に面倒なことをしないといけないということがありますので、新たな統計遺伝学的な手法を開発するということが必要になるわけであります。そういうことを考えますと、大集団の長期的な観察に基づいて
疫学研究とゲノムオミックスを融合した非常にまあ学際的な研究が、そういうことを踏まえまして世界各国で開始されております。でゲノムコホートというのはここにまとめましたけれども、まあ、従来の疫学研究というのは、まあ、対象が比較的マクロな分子限られる、マクロな因子限られる、例えば体格であるとか血圧とか血液マーカー、まあ、そういうものに限られていて、なかなかこう遺伝因子、分子レベルのバイオマーカーを加味した研究は技術的な制約からも困難になりました。だから、疾患のリスクや薬剤応答などは先ほどもお話がありましたけれども、人種によって非常にまあ大きく異なるわけですから、日本人を対象とした疫学研究ということが不可欠であります。ゲノム、バイオマーカー、疫学、臨床情報、こういうものを融合して長期的な集団の観察と膨大な情報の分析解析による新しい予防医学研究の必要性が唱えられております。でまた分析や解析技術に加えて大規模データ利用の情報基盤であるとかバイオインフォーマティクスを用いた解析基盤の整備というのが必須になるわけですから、単に疫学という医学研究の一分野で担われる研究活動ではなく、非常にたくさんの分野と協力を取りながら初めて実現する学際的な色彩の濃いものであるというふうに考えられます。今回私どもがこのプロジェクトで目標としておりますことをここにまとめてあるわけですけれども、まずゲノム疫学研究の情報基盤の構築から公開、それから徳永先生さっき言葉を書いておっしゃいましたけれども、共有ということをやりたいと。これは長浜のセロリコホート研究の1万人の生活習慣、環境情報、あるいは認知症情報、ゲノムオミクス情報を標準化してデータベースを構築すると。でそれを、個人情報保護のもとに医学、生命科学研究者に提供するということが一番大きな目的であります。だからまあ2番目はこれをモデルケースにして同様の研究を行うときに使えるようなデータベースの箱を提供するということであります。で、今日はまあお話ししませんけれども若手の研究者の育成ということも考えております。で、長浜コホートですけれども滋賀県長浜市この港北の方にあります。人口約12万の、まあ、典型的な地方の中堅都市であります。人口の移動が少ないとかボランティアで健康推進というような人が活躍されていて非常にまあ健康に対して意識の高い町であります。で3つの基幹病院がありまして、大体長浜市を中心として20万人ぐらいの診察券をカバーしております。でここでコホート研究を約5年前に始めたわけですけれども、まずコホートの事業として1万人から、いろんな情報あるいは生態資料をもらうと。で10年以上継続して、コホートを進めることによって長期の健康情報を手に入れると。だから5年ごとに、まあ、基本健康調査と書きましたけど、まあ、要するに検診を行うわけですけども、検診を行って例えば臨床マーカーがどう変化したか、発症前の病態の把握というようなことを行います。それからまた医療情報や人口動態の情報を用いた有症候性の疾患情報の取得ということもあります。で分析研究に関しましてはゲノムメタボロムの解析と成果の応用、それから新たな分析解析技術の設計的な導入を目指しております。で、まあ、ここに、研究成果の公開についてですけども、これはNVDC を通して一定の条件下で国内外に公開して研究開発に活用してもらうということであります。で、これがデータベースの概念図、まあ、ごくごく大雑把な概念図でありますけども、まあ、ゲノムのデータが一つあると。それから質量分析あるいはその他の測定機器を用いた中間係数のデータというのがあります。例えばメタボロンであるとか、血中の免疫関連のサイトカインの量であるとかですね、まあ、そういうものがあります。それから採血あるいは診察問診で得られた臨床情報、この3つの情報があるわけですけれども、これをどうにかして一つに統一して
それを、ライセンスデータベースセンターから、まあ、いろんなアクセスのコントロールをしながら、利用者に対して公開あるいはデータの共有を進めていくということであります。で、まあ、これがコホート事業の自身の自体のロードマップでありますけれども、現在この3年間の初回の調査が終わりまして、4年目の追跡のところに入っております。3年間の初回の調査は繰り返しまた2013年から再調査として始まって、まず追跡を行うということでありますが、ベースラインの情報として生活環境、環境生活習慣情報、これは質問紙で742項目数十ページの質問表を作りまして、こういう情報を質問して収集すると。それから検診でですね、生活生化学から、生理学、血液等の情報を収集すると。からゲノムの情報はゲノムスキャンをすでに開始しておりまして、2011年度中に5000検体の情報、ゲノムのスキャンの情報を、蓄積する予定であります。またエクソンのシークエンスですけれども、これも500検体をめどに2011年度に終了させたいというふうに思っています。で、メタボロムの解析ですけれども、これは島津製作所と共同研究で行っておりますけれども、1万検体の解析をどうにか2012年度中に終わらせたいと、まあ現在ちょっとパイロットスタディを始めたところですけれども、今年度中に3000検体の解析が終わるように現在計画をしているところであります。ガトランスクリプトも、これは検体の数は少ないんですけれども、500検体を選んで、ホールトランスクリプトのプロファイルですね、これをシークエンスでやるか、あるいは発現チートでやるか、まだ今いろいろ試行しているところですけれども、こういうデータを揃えたいと。つまりベースライン情報としてゲノムの情報に生活習慣の情報であるとか検診の臨床情報ですね、こういうのがくっついたものを提供するというふうに考えています。で、例えば生理学的な検査としては中心血圧でありますとか、心電図、眼底、眼軸長ですね。だから動脈硬化動向を見る指標ですけども、まあ、こういうデータが含まれておりますし、血液検査のデータには、これは呼吸器内科から要望があって行ったものです。非常に高いコストフルなマーカーばかりでありまして、要するにあらゆるアレルゲンに対する IgE を測ってほしいと。言われたので、これ測ったわけですけども、こういうデータがあるというのも、通常のコホートでなかなかこういうデータ手に入らないのはちょっと珍しいんじゃないかというふうに思います。で、ゲノム解析ですけれども、ゲノム解析は、まず徳永先生の話とも、もちろん関連するわけですけれども、まず網羅的ゲノム解析をやるときに、良質なですね、コントロールの多系情報を提供したいというのがあります。それも、ゲノムの多系情報に加えて、その人のバイオマーカーの情報であるとか生理学的な情報、血液学的な情報、こういうのをですね、引っ付けたものを提供したいと。で、例えばある病気のコントロールに集団を選ぶときにですね、こういうバイオマーカーがここからここまでの間の集団を何千人かというふうに選べるようにしたいというふうに思います。要するにジェネラルなポピュレーションコントロールではなくてですね、よりフェノタイプを限定したようなコントロールを提供すると。それから関連解析で見出された疾患が性質を前向きに証明するということが本来の目的でありますけれども、あとはいろいろバイオマーカーのですね、ゲノム多系の間の病的関連を見たいと、 QTF 解析というわけですけれども、そういうふうなものを見たいと。ちょっと後で例をお示ししますけれども、それからそれをですね、例えばプロテオンであると、メタボロンである、ペプチドンであると、こういう関連解析を行いたいというふうに思っております。で、ストラテジーとして1万人全てやればいいんですけども、なかなかお金が続きませんから、できる限り頑張ってですね、半数の5000件ってまでゲノムスキャンをすると。これは今いじめの610件ではなくて 2.5 メガの、あれでやってるわけですけども、
まず5000件で終わらせると。それから量的計測の関連解析、関連を見出された遺伝子だけを残り半数の DNA 検体でバリデーションすると。で、いろんな量的な形質との網羅的な解析と遺伝子だけとの間の関連を見て、それをきちっとカタログ化しておくと。例えば血中のある酵素が高い人はどこのどういう遺伝子でどういうところに変異があるかということを、まあ、きちっとカタログ化したいということであります。それからもちろん広報領域はシーケンスをして疾患と真に関係を持つ機能的な関連を持つ遺伝子とかだけを特定したいと。でこれがまあ一つの例ですけども、ある酵素のですね、血中濃度を見たときに、これマンハッタンプロットで、もう説明する必要もないと思いますけども、まあ、これが高いけど高いほどですね、ある竹と、あの関連が量的ケースの関連血中濃度の関連が高いということですけども、染色体の17番と9番にこういうふうに2つピークが出るわけです。でそれを高知群低知群で、2つの領域を分けてやると、両方とも高知群の人はですね、大体 11.8 のところにボックスプロットの中心になりますけども、両方とも低知群になると8ぐらいのところに行きます。で臨床検査の基準値というのはこれ7から25ということで、要はこの領域になっているわけですけども、ジェノタイプで見るとこの人にとって7は非常に低いと、この人にとって25は相当高いということになりますので、まあ、個人の検査値をですね、判断するときにゲノムの情報も含めて判断するようなことになると思います。これはメタボローム解析ですけれども、これスキームで書きましたけれども、例えば代謝物をですね、ずっと測ってピークを取っていくわけですけれども、例えばピーク1、ピーク2、3、4でですね、このピークの高さをきちっと量的な測定ができることになると、先ほどあるコースでやったような解析がですね、網羅的な対象物解析の全てのピークでマップができると。で先ほどのコースは臨床検査でよく使うコースでありますけれども、あれはもうその機能とかですね、臨床検査上の有用性がよく分かっているものですから、何百も新しいことは出てこないわけです。ですから新しい未知のですね、メタボライトで、例えば病気と関係するとか、フェノタイプと関係するとかいうものを探すときには、こういうふうな網羅的な解析が必要だと思います。で、これは GC マスを使った結晶の長浜の検体での解析ですけれども、例えばこれですね、このピークを見ていただきます。一番上はこれ、白人の結晶です。で、残りが長浜プロジェクトの結晶なんですけれども、このピークをですね、今のピークじゃなくて、もう一つのピークですね。このピーク、一つのピークを見ていただくと、白人はまあこれぐらいですけれども、日本人で相当なばらつきになると。これがどういうものに由来するのかわかりません。例えば、メタボライトというのは植樹しただけで変動するわけですから、それははっきりとしませんけれども、こういうものもあればですね、白人では非常に低いんだけども、日本人で相当まあ高いというのは、こういうものが出てくるわけです。ですからこれを1万人のデータを揃えて、すべてをもちろんデータベースに入れることになりますけれども、例えば高い人と低い人の間に何かゲノムの差があるのかというようなことをやっていきたいと思います。で、追跡です。今年から始まった追跡ですけど、追跡の方法っていうのはいろいろあるんですが、まずは質問表で調査をすると。で、ところがですね、自己申告の情報というのは、その正確さに問題があるということがよく知られてまして、例えば、あなたは何にかかりましたかというようなことを聞いてですね、はい、かかりましたという人は、本当に何になった人の6割ぐらいしかいないというふうに言われています。これは、がんセンターの津軽先生なんかよくおっしゃるんですけども、要は知らなかった人もいるということですね。糖尿なんかだと、本当に糖尿の人より多いと。自分はちょっと血糖値が高いと思われたら、もう糖尿だと思い込んでいるというようなことになります。特定原子の情報も集めるわけですけれども、これはまあ受診率の低さに問題があるわけです。で、地域の疾病登録制度の利用して、例えばがん登録などをして集まるものもありますけれども、なかなかそれで網羅的な病気の情報というのは集めにくいということで、私たちはこの EHR を
失礼申し上げます。間違ってます。EHR を利用してですね、資格加盟情報を集めたいと思っています。京大にマイコネットという EHR のシステムがありまして、京大病院のデータは全てここのデータベースに上がってて、その一部がですね、登録した患者に提供されるわけです。ですから、今日受けた検査の結果が、患者さんは、コンピューターあるいは携帯電話でですね、誘惑に分かるというような、こういう面白いEHR の仕組みができてますけども、これに一部、乗っけることによって、長浜の3つの、まずは、基幹病院と、データベースをですね、EHR で結んで、データを抽出しようと。でここで、この市がですね、長浜市が、匿名化の対応表を持っておって、私ども京都大学に対応表がありませんから、必ず長浜市を通して匿名化をしてこちらに入れてもらうということになります。実際の仕組みは、3つの基幹病院と EHR を通してまず臨床データを持ってくると。で、一次データベースで臨床データがそのままありますから、これでは疫学の研究に使えませんので、ここでよく情報を整理して二次データベースにした上で匿名化してデータベースに入れると。で、参加者には必要な情報は返していくというようなモデルを考えております。で、これは先ほど徳永先生お話しされたのと同じようなことで、人のデータですから何でもかんでも誰でも公開してもいいということではありませんので、公開のレベルをですね、いくつか設定して、それによって、公開をするか、データを共有するかどうかということも考えながらやりたいと思います。この辺はバイオサイエンスデータベースセンターで、どういうふうな公開のポリシーを定めるかということを決めていただければ、非常にありがたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。